俺は別に蛭田の判断をですね、なんだ、庶民代表良識として別に持ち上げてるわけじゃなくて、彼らってね、まあ、その後みんなを、まあ、自分の個人的な都合でということでアパートから出て行ってもらって、で結局まあ、そういうこと大きな、まあ、結局ね、すると、まあ、資金、礼儀とそれも返してくれみたいなことに問題もなったし、あとは、みんなそうやっていなくなった後も、これまあ、もっと住んでないけど、礼儀してたらやっぱりね、その雑巾がけはもちろんなんだ、真っ向法とか変な体操みたいな、そういったものもね、まあ、やれよみたいに、まあ、あとはそういった、まあ、オルタナのものにどんどん誘われたけど、嫌なかったけど、それでも、そのうちにまあ、絶好しちゃいましたね。彼も嫌だし、俺も嫌だからね。まあお互い私の人間でいいと思うんだけど、要するにまあなんだ蛭田さんの場合は彼は親分敵の人間だったんでしょうね。だからまあ別に子分じゃないけど、あとは子分じゃないけど、まあ割と若い女性で、まあ朗らかで、まあ身の回りで気持ちがいい人を周りに置いてきたがるという、それはもちろんね、彼の自由だと思うけど、もちろんね、俺はだから、そう、親分子分的なものに、やっぱり途中が耐えられなくなってしまうんでしょうね。